あ、思い切って当たって千代の国の出足、引いた、よく向き直った、逆に中に入った、押し倒し、千代の国の勝ち。そして倒れた琴勇輝がなかなか立ち上がれません。あ、気遣って今千代の国が行こうとしましたが、勝ち名乗りです。勝てるかどうかという気、千代の国の足を、落ちた時の衝撃があったんでしょうね、はい、足がしびれたような状態から立てるまでちょっと時間かかったでしょうね、はい、いや、いい相撲ですよ、千代の国、はい、千代の国、はい、残してのよくあそこで残しましたね。そうですね、千代の国、この体柔らかいんですよね、はい、ね、必死になって残して、もうこれはもう絶対絶命ですけどね、はい、よー残しましたよ、後ろを向いたんですから、はい、もう運動神経いいですね、そうですね、三重県伊賀市出身ということで、まあ、東海地方では唯一の来てないから、再び旅を吐きましたという話です。本来は突きと押しの対決です。元木が合わせます。突き放せません。後ろについて送り出し、大翔丸の勝ちです。はい、松鳳山が踏み込んで左を差しに行きました。左が入った、松鳳山の形、すくい投げ、松鳳山の勝ち。今回もガガ丸は松鳳山に勝てません。張って中に入りました。左四つ、休まない寄り切り、荒鷲の勝ち。徳勝龍戦の連敗を3で止めました荒鷲です。顔を張られた徳勝龍、唇を尖らせて土俵を降りました。3勝9敗です。隠岐の海は4勝7敗と後がありません。与野吉が合わせます。さあまず突き放して、あ、左四つです。左四つは隠岐の海も相撲を取りますが、佐田の海懸命の寄り切り、佐田の海の勝ち。苦手と話していた隠岐の海戦の連敗を7で止めました。久之助が合わせます。さあ足を出している宝富士、下がりません。耐える宝富士、突き放す碧山、突き落とし、碧山の勝ち。碧山2桁10勝目。途中まではその足を出してしっかり。さあ抱え込みました。左は下手ですが、この抱えられているのかどうかという体勢。さあ食いつく頭をつけに行きました石浦です。これで右の前まわしを下手流をかなり変えています。左小手投げ、すっぽ抜けました。中に入って押し出し、石浦の勝ち。ちょうど正面側だったんですが、石浦の下手の位置をこまめに右入った、左、速い。さあ、攻めきれるかどうか、もろ差し、寄り切り、高の岩の勝ち。今日は完勝、高の岩。3勝目を挙げました。高野手をついて。手をついて。はい、きよー。はたいたはたき込み、豪風勝ち越しです。3場所ぶりです。大栄翔は負け越し。試合の左の肩のものすごい当たりでした。もっと踏み込んでですね、手に持っていくような相撲を取らないと、やはり今日の千代大龍なんかはもう立ち合いが強いですからね、その辺りいくらついていっても土俵外まで持っていけないですよ。ですから、まあ、今日はちょっと立ち上がり失敗したと思います。今日もそうなんですが、左でまわしを取る相撲というのも今場所多く見られるんですが、師匠はどう見てますか？楽しみな一番ではありますが、時間です。両手を伸ばしていった。さあ、これは下から立ち押して裏の攻め、押し返した一の城。しかし、右足左の右足右足大丈夫か。一の城の立ちですが、右足がですね、差したらダメですよ。数で全てはいたんですが、よく聞いて当たってちょっと引きました。しかしそこから貴景勝の攻め、足が滑ったか引き落とし、北勝富士の勝ち。あそこまで足が広がるということはあまりないので、ちょっとどこかで滑った可能性があります。北勝富士が勝って6勝6敗です。ふわっと出しました。栃ノ心がやや左にずれた。栃ノ心が突っ張る。中に入れないように栃ノ心。さあ中に入ろうという嘉風。意図が分かります。さあうまくいなしながら中に入ろうという嘉風。館内から大きな拍手。栃ノ心は懸命の突っ張り。はたき。引いたところが出ましたよ。一気に嘉風勝ち越し。向正面は元関脇松田尾の阿武松親方ですが、左の前回し早い琴奨菊、自分の攻めです。寄り切り、琴奨菊の勝ち。踏みとどまった琴奨菊5勝7敗、正代は3勝9敗です。はい、正代は速さに対して突き放し通じるかどうか。時間です。私が合いません。ついて思い切って当たっていった。突き落とし、豪栄道の勝ち。しかし若手輝も思い切ってぶつかっていきました。豪栄道7勝目です。立ち上げていって突き放していく高安。琴奨菊も突き返した。琴奨菊も考えてる。勝手の中で入ろうという琴奨菊。琴奨菊も突き返す。ちょっと苦しい形から何とか挽回しようという高安。ちょっと引いた。琴奨菊はたいた。残していますが中に入った琴奨菊。琴奨菊十分の出し。送り出し琴奨菊の勝ち。高安4敗。優勝戦線から脱落ということになります。1日遅れの記録達成1047。制限時間いっぱい。御嶽海は4敗に後退。これで1敗の白鵬。